アストンマーティンバンテージという車、語る上ではね、やはりこのデザインについてはね、避けて通れないところかなと思います。あのね、正直デビューした時には衝撃的ですらありましたよね。あのアストンマーティンがまさかこういうデザインで来るかと、かなりね、まあ、個人的にも驚いた記憶があります。まあ、アストンマーティンといえばね、まあ、イギリスの、まあ、オーセンティックなスーツみたいなね、なんかパリッとした、まあ、それこそね、まあ、ジェームス・ボンド的ななんか世界観がね、まあ、すごく強く印象に残ってるというかね、印象的なので、なんかね、そういうところではないちょっと外したところで来たのかなと思ったんですけれども、まあ、実際にね、こう車をよく見てみると、そのオーセンティックな文脈というんですかね、そこは外してないんですよね。例えばプロポーションで言えば、ワイドトレッド、ショートホイールベースというプロポーション、そして、まあ、オーバーハングも前後短いですし、そのフロントのね、ノーズの先端から、ね、リアエンドに至るまでショルダーラインがピシッと1本ね、実はこう透けて見えるというか通ってる、その姿勢の良さというかね、まあ、そういう骨格の良さみたいなところは実はね、オーセンティックな、ラインをね、キープしている。そこに、まあ、ディテールに遊び心というか新たな解釈っていうんですかね、そういうところを加えたのがこのデザインかなと思ってます。でね、まあ、今遊び心と言いましたけど、実はねその中にも、まさにねレースで使うということを、考えたディテールが盛り込まれていると。まあ、フロントのね大きなグリルなんかもアストンマーティンの伝統のデザインと、まあ、大きな開口部、ね、そこをね、まあ、両立させるためのデザインですし、まあね、リアエンドのディフューザーなんかはね、もうそれが本当に明らかですよね。先代のバンテージで戦ってるね、ウェックでのレースではかなり大きなディフューザーが、まあ、付け足すようについてたんですけど、今回はね最初からそこを意識して、大型ディフューザーが、まあ、ビルトインされてるというんですかね、まあ、そういう形になっています。なんかねそういうところも含めて実はね遊び心かと思いきや実践的なというか、リアルな、性能からね生まれたデザインであると。なんかねそのあたりが、まあ、やっぱりこうただ機能的なものにするんじゃなくて、そこにね、まあ、遊び心というかデザイン性をきちんと加えてくる、まあ、イギリス人のというかアストンマーチンのね心意気みたいなものが見えるかなと思って、個人的にはね、まあ、見れば見るほど好きになってきたなというところがありますね。そしてこのインテリアですよね。まあ、このね、シフトスイッチの配列とかね、まあ、そういうのを見てもねかなり、まあ、外観同様ね大胆な、デザイン処理になってますけども、これもねやっぱり、外観と同じでね機能に基づいた配列で実はすごく使いやすいんですよね。まあ、大きなパドルとかもそうだし、メーターも本当に必要な情報がすぐにね目に入ってくるようになってるし、まあ、その上に造形は大胆なんですけども、まあ、特に今乗ってるこの車みたいにね、まあ、だからこそこれまでちょっと考えられなかったような大胆な配色とかもねとても似合うし、まあ、それをね、それがね、まあ、おかしなことにならないというかね、まあ、ボディカラー内装色含めてコーディネートするかっていうことをね考えると、まあ、なんかねこれ以上にね面白い、車はないんじゃないかなと。まあ、そこまで見越してデザインしてたのかなと思うと、アストンマーティンのねデザインチームやっぱすごいなと正直ね思っちゃいますよね。まあ、この外装内装両方に言えるんですけども、イギリス人のというかイギリスのデザインってね本当にね最初見るとギョッとする、あるいはねと思うようなことをね突然投げ込んでくるような感じって正直ありますよね。配色なんかにしても、わこう来るのかみたいなことをやってくる。で最初はねちょっと違和感があるんだけど、見ていくうちに馴染んで、しかもねその根底にはトラッドというかオーセンティックな部分を持ってるから、実はそれがね長持ちするというかずっと鮮度を保ち続ける、なんかねそういうところがあると思うんですよね。